クリスティン・カバラーリだったという。2011年、アメリカズ・ネクストトップモデルでゲスト審査員を務めた。同年9月、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに、同番組で2度優勝経験のある、マーク・バラスのパートナーとして出場。1周目でチャチャチャを踊り、高得点をマークした。2周目もクイックステップで勝ち進んだが、3周目のサンバで視聴者投票に敗れ姿を消した。 ラグナビーチ出演後は、ベロニカ・マーズ、ケーン、CSI、ニューヨークなどの人気ドラマに出演。女優としても活動している。CSI、ニューヨークの制作葬式、ピーター・レンコブは、若く、魅力的な新人を起用したいと考え、ピーターの娘にとって、アイコン的存在のクリスティンが最適と思い、抜擢したと語っている。 クリスティンは、リアリティドラーマ以外で演じる時に一番苦労したことは、周りの役者と演技力の差が大きかったことだと、明かしている。当初クリスティンの女優としての演技力は、素人レベルだったため、小さい頃から、演技レッスンを受けている人たちのレベルに追いつくには、一一倍努力しなければいけなかったと語っている。2010年7月、シューズブランドのシューダズル。 シューダズルからクリスティンがデザインした靴を発表することになった。2008年3月、レーシック視力矯正手術を受けた。2011年4月にシカゴベアーズのクォーターバックである J. カトラーと婚約したが、同年7月中旬に履き、どちらも自身のツイッターで公式に発言している。同年12月、J と再度婚約したことを自身のツイッターで発表。 2012年8月、男の子を出産。ありがとうございます。